ギブアップはないか。セブが、どうなるか。しかしギブアップいたしません。ギブアップいたしません。ギブを振り絞るカラミッチェラ、この人物にはもっとカラミッチェラ、足を振り抜いていくよ。危ないですね。そしてこのまま試合の続行ができるかどうか。ギブアップはしないでしょう。そうするとカラミッチェラの足が心配であります。カラミッチェラの足が心配です。いや、だいぶ苦しいんだよ、はい、先ほどなかなか威勢のいい声援をね耳に送っていた恵子さんも安子さんもなんとなく声が細くなってきましたですね。気合を入れられて松本選手睨まれたんですよ、はいはい、あの一人並みは効いたようですね。早くも両選手顔面汗びっしょりであります。ところは目の中に指を突っ込んでましたね。これは監督であれば禁止されております。ジミー加山から今厳しい忠告であります。優勝するかというふうなことをちょうどあの野球のペナントレースと同じような形式で、今試合が20分1本勝負で行われているわけです。で成績の方は途中経過でどういうことになっているんですか。途中経過はですね、やはりあの 3W のシングルチャンピオンのジャガー横田がですね、19勝1敗6分けで今のとトップですね。でその次がやはりあのナンシーですね、ナンシーが12勝2敗3分け、
なんですがね、はい、でまあ、海が7勝2敗5分けと非常に7勝2敗ですか、はい、あ、ちょうどこれは外人選手があのブラックということで計算でね、はい、これがリングアウト負けしたのが一つを含んでるんですがね、あ、そうですか、かなりの健闘だと言えると思いますね、はい、そうですよね、まあ、とにかくこれからね、また年末にかけまして、もう炎天もございますしね、女子プロレスはもう本当に過滅スケジュールでございます。まあ、次々とこういったあの新企画がですね、はい、打ち出してますからね、それでまた選手も張り合いがあると思います。そうでしょうね。またこう成績いかんでですね、またタイトル挑戦という実績にもなるんで、はいはい、選手は非常に張り切ってやってるという状況ですね。今ミミ萩原選手は先日の電源コロシアムでね、まあ本当に最強敵とみなされておりました。平和に対応というな、まあ追ってる立場だと思うんですよ、はいはい、で先ほどもおっしゃったようにね、あの先輩っていう立場でそういう重荷を背負って、まあ、ナンシー自身がどういうふうにあの耳をやっつけるか、なるほど、そこは一番興味を持ちますね。また着せずして両佐藤解説者はですね、一応焦点のナンシー側から見ましてね、絞って、この試合、注目しているようであります、まあ、やはりあの精神的に耳の方が楽だということなんでしょうね、あのどんどん攻めりゃいいわけですからね、はい、あの控室で聞いたらですね、あの 2,3 日前の試合でナンシー首を痛めてるらしいんです。ほうほう。ただそれだけがね、はい、ちょっと引っかかるし、ああ、戦っている両選手いずれも現在レコード発売中でございます。負けられない両選手の対戦であります。これはね、手骨折りって言うんですよ、チキンウィングって言うんですけどもね、はい、かなりこれあの関節技とですね、さっき の, あのバックブリカと兼ねてるわけですね、はいはい、非常にあのスタミナミスしますしね、苦しいんですよ ね, すね今、はい、もう顔面汗びっしょりという両選手であります。今日はちょっと試合開始直後にですね、耳が膝を痛めてハッといたしました。まあ、大したことはないようであります。今度は背中を打ちました。これは相当効いております。滞空時間が長いですね、長いですね、ダメージが大きいんですよね、力があるんでしょうね。さあ今度は人間風車であります。今日のレフリーはラッキー井村であります。なかなか気合の入ったレフリング。試合10分、この試合は20分1本勝負であります。今ちょうど半分、10分が経過いたしました。 3AA タッグチャンピオンのナンシー組、オールパシフィックチャンピオンのミミ萩原、両選手の対戦であります。人気レスラー同士の対戦となりました。場内は両者の熱戦にですね、シーンと静まり返り、息を飲んで観戦中という栃木県上三川体育センターであります。さあナンシーが攻めております。T6の対戦に入っているんですか。そうですね、はい、T6 の体勢に入っているようでありまして、ミミ萩原選手ちょっと苦しそうであります。苦しそうな表情であります。そして声を出しております。しびれてくるんですよね。そうでしょうね。もう目のパートにも汗が光ってますね。今日はちょっと苦しそうなミミ萩原選手であります。一方ナンシーの方は顔面は汗が滲んでますけども、まだ背中の方は汗が光っておりません。さあ攻められながら攻めております。ミミ萩原選手であります。中盤の最も苦しいところ、両選手両チャンピオンともに負けられません。さあ今度は腕を背中の方に回しております。ナンシー組であります。もうジャッキー、はい、10分を経過してね、これから試合は後半ということになってるんですけども、はい、ここまでどうですか。ナンシーが今攻めてますけどね、はい、なんとなくじわじわと攻めるだけで、はい、見つめようとしない感じがするんですよ。ほうほう。やっぱり今後のためにね、はい、やはり、まあ、探りを入れてるみたいなところもあるんじゃないかなとは思うんですけども、はい、見つめようとしないというのは、まだそれほどハードな技を使ってないということですか。そうですね、はい、なるほどね。佐藤さんいかがですか。それはありますね、はい、でもかなり必要なんですよね。さっきの小さいことですけどもね、はい、ロープブレイクになってもですね、手を離しませんでしたよね、うんうん、あの辺のテクニックってのはもうこれまでのナンシーにはなかったしつけさじゃないかというのは見方してるんですよね、はい、
今日は宮尾さん来てませんけども、まあ、宮尾さんはですね非常にナンシー組を、心情的には敬遠してましたね。しかし一方ではナンシー組のおっとりとした試合ぶりという宮尾さん来てませんけども、まあ、宮尾さんはですね非常にナンシー組を、心情的には敬遠してましたね。しかし一方ではナンシー組のおっとりとした試合ぶりというのはね非常に悔しがってるんですよね。それはあると思いますね、やはりあのこうどういうんですか、その怒涛のようなね、はい、怒涛の寄り身といいますか、そういうものがあればね、そのナンシーのパワーが最もこうふさわしいというか、あのもっともっとこう大きくなる選手なんです、はい。闘争本来の当然両選手持ってるんでしょうけども、それをここ一番という時にさっき表面を出してですね戦えるのはやはりミミ萩原選手の方が、一枚上かもしれませんね。そうですね、やはりあの体的にもですね、はい、最近でこそですねあの上手になりましたけども、やはり非力だということがあの自分のテンポにあると思うんですよ。だからもう全身でぶつかっていくしかないわけですよね、はい、当てる方法というのはね。そうですね、もう思い切りの良さがあの彼女の一番の最大のトレーですからね。ああそうですね、ジャッキーはもうミミ萩原選手についてはねデビューの時からずっと見てるわけなんですけどもね、最近はやはりチャンピオンとして本当にジャッキーから見てもですね、あ、うまくなったな、力がついたなと、そういう感じがしますか。しますね、はい、歌を歌うあの感じとはもうまるで違いますね。その辺がまたお客さんに受けてるんでしょうね。そうでしょうね、こういう声を出すなんてとても思いませんもんですね。なかなか声は出ないもんですね、はい、その点は実によく、あのダメージ与えたね耳に休まずに攻めるべきなんですね。あそうですね、あっと足4の字に行きました。あっという間足4の字であります。初めから低い構えをしてましたんでね、あるいは最初から足4の字を狙っていたのかもわかりません。がっちりと入りました。いやこれは痛いですね、ジャッキー。はい、バッチリ決まってますか。バッチリ決まってますね。そうですか、さっきのダメージが残ってるところをその上にまた4の字で痛められたら、これ危ないですね、はい、いやこれは綺麗に決まっております。ほとんど動けませんね、決められたまんま。そうですね、膝痛めたばっかしですからね、そうですよね、ポジションもいいようであります。なんとか逃れようという意味萩原選手であります。さあどうでしょうか。これはもう力比べになりました。完全な力比べであります。ローリングしながら今ロープへ、どうでしょうか。左手が伸びました。ちょっとまだ届きません。どうか、今左手がかかりました。そして右手がかかったところでロープブレークであります。足4の字、なんとかロープブレーク逃れましたが、しかし耳としては相当のダメージでしょうね、これね。そうですね、はい、ここで休まずあの男子としては攻めたいですね、これは。はい、試合時間はもうあまり残っておりません。